じゃあこちらでいいですか。はい、お願いします。では皆さん行きますよ。はい、新番組ウルトラマンデッカー発進。新たなる光が今ここに。輝け、フレッシュ、デッカー。おりゃーしかねえ、今やるしかねえんだ。ウルトラマンデッカー。舞台はウルトラマントリガーの数年後の世界。平和を取り戻した人類の目はさらなる宇宙進出へと向けられていた。この物語の主人公、アスミカナダ。アスミカナダ、祖父が営むせんべい店で働く明るくお調子者ながらも面倒見がいい好青年だ。そんな中、突如飛来した謎の宇宙浮遊物体スフィアが地球への襲撃を開始。目の前で繰り広げられる破壊、姿を現す巨大な怪獣。うわ、すげえ。危険を顧みず敵に飛び込んだその時、彼方はウルトラマンデッカーの光を手にする。アスミ・カナタです。彼方はガッツセレクトに入隊、新人隊員として若いチームメンバーと共にスフィアの脅威に立ち向かう。彼方と共に戦うエキスパートチーム新生ガッツセレクトには新たなメンバーが揃う。かっこいい。キリノイチカです。キリノイチカ、機敏で小回りが利くガッツセレクトの地上攻撃担当。リュウモン・ソーマです。リュウモン・ソーマ、彼方の良きライバル、ガッツファルコンのパイロット。朝影です。朝影雄一郎、 TPU 地球平和同盟の技術部に所属する科学者。ガッツセレクトのメカなどの新技術を開発している。 HALE2 と申します。 HALE2 TPU 宇宙開発センターで開発された AI ユニット。無人戦闘機の操縦を担当する貝崎沙和、ナースレス英語の操舵手も務める副隊長。生物学の博士号を持つ怪獣の権威でもある。隊長はどう思いますか。村星大二、新生ガッツセレクト隊長。地球を守るべく隊員たちの陣頭指揮を取る。ガッツセレクト出動。ガッツセレクトが誇る対怪獣用戦闘艇ナースレス英語。遠隔操縦から人による操縦に切り替えられたガッツファルコンに加え、出撃準備。 HALE2 が頭脳となって操縦する無人戦闘機ガッツホークが登場。ガッツホークは通常飛行のフライトモード、高速飛行の飛竜モードの2つのモードで敵に立ち向かう。さらにガッツファルコンと合体、ガッツグリフォンとなる。グリフォン、グリフォン。主人公アスミ・カナタがウルトラマンデッカーに変身するにはこのアイテムを使う。ウルトラ D フラッシャー。ウルトラディメンションカードをウルトラ D フラッシャーにセット。トリガーを引き天に掲げることでウルトラマンデッカーへと変身する。輝け、フラッシュ、デッカー。ウルトラマンデッカーフラッシュタイプ。基本形態ウルトラマンデッカーフラッシュタイプ。決め技は両手をクロスして放つセルジェンド光線。パワーに特化した超怪力系統、ウルトラマンデッカーストロングタイプ。ウルトラマンデッカー、メラク
超能力に特化した形態、ウルトラマンデッカーミラクルタイプ。ウルトラマンデッカーの武器、ウルトラデュアルソードを駆使して戦う姿にも注目だ。あなたたちならきっとできます。ウルトラ！若さあふれる仲間たちと共に巨大な敵に立ち向かう。決して諦めず、限界を超えた先に待つものとは。新番組ウルトラマンデッカー、テレビ東京系にて7月9日土曜朝9時放送スタート。見逃し配信も無料公開。